紙ボールとお花紙で、かわいい小菊の鉢植えを作りましょう。花の作り方は、お花紙で作る小菊の花をご覧ください。葉の作り方は、色画用紙で作る菊の葉で、針金のついていないものを作ってください。紙ボールは、コンポスタブルボールという液体のりで貼れる紙ボールを使います。ここでは小ぶりな 350ml タイプを使っています。無ざらしの茶色っぽいボールがあれば、そちらを使ってください。ボール2個、葉6枚、花は9輪用意します。ボールを2つ合わせて、端をホッチキスで3箇所ぐらい留めて丸い形にします。大きなホッチキスでは止まらない場合があるので、小さいホッチキスを選ぶといいでしょう。上になる方のボールに花を貼っていきます。花の裏の真ん中に水のりをたっぷりつけ、ボールの横に押し付けるようにして貼ります。2つ目の花はその反対側に貼ります。空いているところに花を2つ貼ります。反対側にも同じようにして貼ると、ぐるっと一周囲むようになります。上の空いているところに残りの3つの花を貼ります。先に貼った花と花の間に来るように三角形に貼ります。花が貼れたら隙間に葉っぱを貼っていきます。小さめの葉の裏に糊をつけ、花と花の間に花びらを持ち上げるようにして貼ってください。これで3つの花の間に3枚の葉が貼れました。残りの3枚は下の方に貼ります。上に貼った花の真下に来るように奥の方まで差し込んで貼ります。糊が乾けば出来上がりです。いろいろな色のお花紙で作ってみましょう。一つの鉢にいろいろな色の花を貼るとごちゃごちゃしてしまいます。一つの鉢には同じ色の花を貼りましょう。たくさん作って並べると色とりどりの菊の花が咲き乱れているように見え、とても華やかです。